KW 社員トリジーのコンスピラシーセオリーです。前回は、トランプさんの選挙の話をしましたけれども、ほぼ同時にこう行われていた世界経済フォーラムについて、ちょっと、リジーさんの知ってることを、ワールドエコノミックフォーラムっていう、いわゆるそうですね、 WEF っていうのも言われてますよね、このコンスピラシーセオリーでも何度か話題には出していて、シュアブという人間とか、ビル・ゲイツとかがこう関わってるとか、あとハラリとか、そういうような人の話は何回かしたことは一応あるんですけれども、一応あれですよね、世界の企業のトップと、政治家が集まって、スイスのダボスに集まってやる会議ですよね、イベント、そうですね、フォーラムですね、フォーラム、はいはいはい。でもこれが要するに選挙とかで選ばれた人たちがやってるわけではないんだけれども、なんか勝手に企業の偉いさんと、お金持ってる人たちが世界的なアジェンダを決めていく場になっているということで、かなり批判されている、日本で SDGs とかもここから来てますしね。そうですね、だから彼らが何を訴えてるかってことを見ると、ある意味彼らがどういう世界にしたくって、今後数年が見えてくる、数十年が見えてくるっていうようなものだと思うんですけど、さっきね、KW さんからお聞きして、今回アメリカから参加した人は7人しかいないんだって。だからもうオワコンというか、だいぶで、共和党が資金援助をディファンドしろっていう法案を出し始めたんで、もしかしたらもうアメリカはWEF にお金出さなくなる可能性もありますね。流れとして僕はそれがいいと思っていて、トランプの時その NATO とか WHO とかそっちにもお金出さないって言ってたじゃないですか、もう僕その流れが正しいと思ってますからね。トランプになれば WHO は撤退するでしょうね。っていうか今の WHO の見てると、すごくいない方がいいんじゃないかっていう風な部分があるん で今回あれでしょ、その世界経済フォーラムでも、Disease X っていう、日本語だとね、ちょっと僕分からないけど、疾病 X って言われてて、あれ日本今の人みんな字読めないから、疾病なんて読めないですよ、あれよ、なんか目でね、失病って読んじゃうと思うんだけど、疾病って読むんですね、疾患って読んでも、だから、Disease が病気、いや X、 はいはいはい、びっくりした、なんか言っちゃいけないこと言ったのかな、ごめんなさい、プロじゃないと、ごめんなさい、X っていうのがね、はい、それをコロナの次のパンデミックにしようとしてるんじゃないかっていうふうに言われてて、これはちょっと YouTube なんでね、表現が難しいところではありますけどね、そうか、で、これもまた中国なんですよ、で悪化が早いというふうに言われてるから、これがね、どういうふうに結局メディアに乗って広まるかっていうことがパンデミックになるかならないかで、ちょっと前もそのサル痘だとかいろいろあったけど、あれは止めましたもんね、そこまでね、いかなかったから、日本人は最近はマスクしてる人増えたでしょ、冬だからかもしれないし、花粉症わかんないけどねそういうのもあるからかもしれないけども、でももうアメリカはパンデミックに関しては付き合いきれないし、トランプも絶対そのもうロックダウンマンデーとはしないって公約してるじゃないですか。でも日本はそのこのね、 WHO 条約とかこの流れが今こう進んでいくと、逆にそこ3年遅れでロックダウンだなんとかになっていく可能性がありますよ。ありますね、なんか日本だけ変なんですよね。3年前良かったんだよね、だから最初は、最初はね、なんかあんまり影響されずに、BCG が効いてんじゃないかぐらいみんななんか言われてて、いろんなこれね、学説っていうかありますよね、日本人がどうして、もともとこれあんまり YouTube とか言っちゃいけないけどね、あれがあったっていう免疫的な、いろいろあるけど、今回このワールドエコノミックフォーラムで、一番これ、最近思うのが X でバズってるからといって YouTube だけを見てる人っていうのもいるので、やっぱ YouTube もちゃんと言わなきゃいけないなと思うんだけれども、今までこうコオロギとかね、牛のゲップがダメだとか、そういう SDGs の流れがあったと思うんですけど、今回なんと稲作、水田がダメなんだよね水田なんでダメなんですか。いや、わかんないけど、だから結局二酸化炭素発生させる。でもさ、あれ植物って二酸化炭素から酸素を出すんじゃなかったっけ。植物、そうですね。ね、光合成ってそういうやつだよね、確か。いや、そういう理論でいくと、本当に CO2 とは何なのかって突き詰めていくと、本当に SDGs、緑にとってはいいんだよね。自然にとっては二酸化炭素はいいって言われてるんだよね。はい、だから
まあ、普通に真面目に考えるとあれっていうのはあると思うんですけど、でもまあ今回ねこれちょっと稲作とか言われちゃうと日本人にものすごく直結するところなので、うん、衝撃ですよ。あとちょっとまあこの WEF には直接関係ないけども、ドイツとかオランダの農家がずっと今あの抗議デモやってるじゃないですか。あれと僕は近くてそこがつながってて、要は食料危機を生みたいんじゃないかなと。で食料危機のその代わりになるものとして新しいそのなんかなんていうの SDGs フードみたいなものをこう増やしていくっていうやり方、何なんだかよくわかんないけどね。いやなんかいろんなことを考えると結局人口削減につながっていきますよね。いくよね。なんでじゃあ例えばコオロギ食べさせたいのかとか、日本もだって2050年までに8000万人に減らすって、なんかゆっくり減らしていくみたいなさ、一気に減らさないでゆっくり減らしていくみたいなこと言い始めたから、もうそういうことじゃないですか。はい、あれびっくりしましたよね。なんか私はびっくりしたんですよ。なんかそんなことをこう公にいや増やしていくっていうのはなんか希望とかがあるからなんか明るい未来描けるからいいと思うんですけど、減らしていくってことを公に言う時代になるの？ここであんまりまだね話題にしてないんですけど、ムーンショット計画があるじゃないですか。あれの一つだと思いますよ。なるほどですね。うん、それであのここで話したことあるのは、要はその味覚とか感覚とかを全部デジタル化して他の人が受けられるようにするとか、誰かが楽器弾いてるここで自分が楽器あの人の楽器のスキルをここにあのなんていうのバンドをつけてピアノを弾くと同じように弾けるようになるとかっていうのが、まあ、全部そのムーンショット計画の中にあるんですよね。そんな未来楽しいですかね。なんか誰かが楽器やってくれる。だからね別に200年300年経ってそうなっていくならいいんですよ、うん、それを20年30年とかで急激にして、それを材料に支配しようとしてるわけでしょ。管理、それが問題だっていうことが、だからこのメイクアメリカグレートアゲンの、まあこのじゃないか、さっき言ってたグレートアゲンの問題はその自由とか主権とか管理されるかされないかっていうところが一番原点だから、それを話さなきゃいけないし、この世界経済フォーラムも常にそれが脅かされてるっていうあの場なんですよね。そうですね、まあ、一つがやっぱりこのデジタル管理社会みたいな感じですもんね、うん、なんか最近 YouTube で100万回以上再生されてる番組があって、うん、イスラエル人の歴史学者みたいな人なんですけど、はいはい、あのユバル・ノア・ハラリさん、ハラリね、はい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 、すごい再生されてるんだけど、もうだって彼は全員そのもうあのアルゴリズムで人間は生きるべきだって言ってる人ですよ、うん、でこの AI のこととか、まあ、話してるんですよね、うん、アーティフィシャルインテリジェンス、人は遠隔操作できるべきだし、あの全部デジタル管理するべきだって言ってて、うん、でアルゴリズムで誰に投票するか、どんな本を読むか、どんな人と付き合うかも全部アルゴリズムに決めてもらえって言ってんですよこの人。そうで、もう日本はでも逆にねこうまだキャッシュ社会も残ってるし、 ある意味ね ガラパゴスですからね。結構ガラパゴスで CD が売ってますから。そうだ、結構ガラパゴスなのはタワーレコード、世界に1個だけ残ってるのタワーレコード渋谷だからね。あ、世界に1個なんだ。1個だけ残ってるんですよね。あ、どんどんなくなっちゃいます。ああのビルはね、ビルあの、うん、店舗はちっちゃいのありますけど、うん、はい、店舗も残ってる、それだけ、まあ、需要があるってことですね。まあ、まああれはサテライトショップっていうかある意味そのシンボルなんだなと思うけど、でもやりくりできてるんだなと思うからね。そうですね、まあ頑張ってるんでしょうね、サインとかね、全部なくなったわけだから。だからなんか2000年代前半とかに私が結構香港とか台湾とかに行って、このいわゆるデジタル社会を楽しんでたんですよね、うん、なんかああ進んでるなみたいな、便利だなと思う時ありましたよね、思ってなんかあ日本遅れてるなってダメだなみたいに思ってた自分すごく反省しますね、はいはいはい、あ、うん、ありましたね、そういう流れ、デジタルで全部いいみたいな、だけどそれを突き詰めていくとなんか人いらなくなりますよね、うん、みたいな。僕が、ね、思ってたのはケーブルの映画チャンネルとか、あとワウワウとかで、アメリカで結果的に大してヒットしなかった映画とかをなんかちょっと売れたような感じで
宣伝するんですよ。ってことはすごい売れた映画と、まあ、セットにして全部まとめて日本のその、まあ、曲が買い付けてるんだと思うんだけど、そうすると、まあ、大して面白くないものも高い値段で売られてるじゃないですか。あ、それがそのなんかグローバリゼーションのなんていうのかな、まあ、おまけとしてついてくるんだなっていうのはあったけど、アメリカ人誰も見なかったやつをなんで日本人がこれお金払って見なきゃいけないのみたいなものもなかったことにして宣伝するからそれはやっぱりちょっとそのグローバリゼーションのなんかこう余波として感じてたけど、まああとそれこそそのストリーミングで音楽が売れ始めた時にやっぱ日本語だとガラパゴスで日本語は日本語圏の人しか買わないなっていうのがあって苦しいって思ったこともあったしね。でも逆になんかその結構音楽業界全然違うジャンルなんですけど、うん、ヨーロッパで活動してる人からすると日本のマーケットを抑えることができたら普通に生きていけるので結構頑張ってましたね、うんうん、だからガラパゴスで成り立つんですよ、うん、ね、多分ね、うん、それ他のこともそれでやれればいいんだけど、多分やれるんだけどアメリカが外圧を、うん、まあ押し付けてくるんでしょうね今までは。そうですね、あとはその芸能音楽でいうとやっぱり韓国のものが結構日本に入ってきてるのは私ちょっと個人的に気になるところもあるな。もうアメリカはK-POP 流行ってないって。あ、もう流行ってないですね。もう流行ってないって、一時期すごかったですけどね。あれやっぱり政府がかなりお金をかけてるので、うん、逆に日本の政府もねあるんです。いや僕ねアメリカ住んでてアメリカで音楽やってる時期もあって、はい、分かってるんですけど、そんな外国からアメリカで音楽売るなんて簡単なことじゃなくて、うん、アメリカで音楽売るにはそれこそ選挙みたいにいろんな州回ってラジオ局行ってキャンペーンやってモールとか行ってファンと握手とかして、それで何曲も何曲も出してキャリアが成り立つから、そんな1曲2曲がちょっと売れただけでアメリカでなんかそのまま自分のなんていうの金字塔立てられるなんて思うのは大間違いなんですよ。だから矢沢永吉も宇多田ヒカルもピンクレディもみんなアメリカ進出とか言ったけど、あれは日本向けの宣伝だから。ああ、そういうことなんですね、うん、本気でやりたかったら向こうでやっぱね真剣にやらないと無理だよ。うん、日本とこの両天秤かけては絶対できないから。宇多田さんはイギリスに住んでますけどね、マーケットは、まあ、日本ですよ。日本語でやってノンバイナリー宇多田2回ぐらい行きましたね、ロンドンで。いや、要するに日本じゃもうチケットとか取れないのかなと思って。ロンドンだとそういう有名な人来たらやっぱり結構普通に取れるので。あ、来るんだね、やっぱり。そう、うんうんうん、来ますね、結構来ます。でも日本人ばっかりでしょ、お客さん。そういうわけじゃなくてですけど、宇多田さんに関してはあ、J-POP ファンとかアジア世界のとか、うん、あと Perfume、 ちょっとすごい脱線しちゃってるけど、 Perfume、うん、とかはやっぱりそういうデジタルロック好きとか、ね、うん、西側のファンというかウェスタンの人たちも結構、はい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 、とベビーメタルとかも人気ありますよね。来てますよね。すいませんね、そういう人とかで世界経済フォーラムで僕がちょっと面白いなと今回思ったのは、 NBC 系の朝の番組かなんかに、JP モーガンの CEO、うんうん、ジェームス・ダイヤモンドっていう人ですかね、はい、が出てて、君たちはね、今トランプがちょうどアイオワが勝った次の日だったから、トランプがなんで勝ったかっていうことを やけに批判的にね報道してるけど、僕は自分の仕事上いろんな州回っていろんな人を見てきたけど、なんでマガが今人気あるかっていうのも分かったと、うん、君たちは全くそのマガがなぜねこう支持されてるかっていうことをね全く報道してないじゃないかって叱ってたのね。それを NBC でJP モーガンの人が世界経済フォーラムの場で言ってるっていうのがすごいシュールな感じたんだけど、でももうそういう風に世の中変わってきてるし、もしかしたらですよ、 JP モーガンの人はこれトランプ政権になった時に うまくやっとかないとまずいだろうっていう、やっぱねファイナンスの人は現実主義だから計算したという可能性ありますよね。もうね、これ多分もうこの流れ止められないと、止められたとしてもだいぶひどいことになるから、うん、もうここでトランプとちょっとお近づきになっていた方がこのあといいだろうと。トランプはそういうやつ甘いから、うん、すごく甘い顔するからさ、うん、そう、うん、厳しい目で見てる時あるけどね、う
横からこうやって、まあ、あとは後で、ね、後半で話してもいいと思うんですけど、ミレイさんとかのねコメントが結構注目されてるな、はいはいはい、あとねオランダの議員かなんかもそのディープステートがなんとかなんとかって言ったら、そこにいるあの出席者が1人ずつ2人ずつどんどん出てったっていうのがさっき上がってましたよ。だから今回はこうワールドエコノミックフォーラムの場の中で、うん、まあ、批判をするというか、そういうところもちょっと一応ゼレンスキーも来てて、うん、またなんかおねだりしてるっぽいけど結構誰にも相手にされてないって、うん、もうだからでも日本もさすがにちょっとウクライナからはだいぶそうです ね、まあ、中東のこととかがあったりもしてアメリカの影響もあったりもして、ほぼトラモシトラの方にごまかしてるよね最近ね。そういう意味ではちょっと後半でオースティン国防長官の話とかもね、そこはもう一番ちょっと怪しいところなんで、はい、そうですね、はい、ご視聴ありがとうございました。